玉デニズからデニズは、トルコ出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはミッドフィールダー。トラブゾンスポルノ株組織出身。2003から04シーズンは、ファティフテクケと共に、チーム最多の13得点を挙げ、優勝まで、あと一歩となる2位の立役者の一人となった。2006年後半は、八オチ容疑で公式戦半年間の出場停止処分を受けたが、 約11年間所属し、象徴的な存在として活躍した。2008年3月13日、遺跡金870万ユーロで、ルビン火山へ5年契約で加入。2008年シーズンのロシアリーグ初優勝に貢献した。2009年10月20日、UEFA チャンピオンズリーグ2009から10の FC バルセロナ戦で決勝ゴールを挙げ、 世界中に衝撃を与えた。A 代表デビューは2003年4月30日のチェコ戦。FIFA Confederations Cup 2003、ユーロ2008のエントリーメンバーであり、いずれもチームの3位に貢献した。2013年10月、ルビン火山と2016年5月まで契約を延長した。 2018年5月5日に現役を引退した。ありがとうございます。